シュトラールズント後為戦、1711年。シュトラールズント後為戦は、大方法戦争中の1711年9月7日から1712年9月26日まで、ロシア、デンマークとザクセンの連合軍が、スウェーデン領ポメラニアのシュトラールズントで展開した、白戦である。マグヌスステンボック伯爵大将率いるスウェーデン軍が、上陸に成功すると、連合軍は、 町の封鎖を解除し、戦いを終結させた。シュトラールズントに対する1回目の行為戦は1711年9月7日から1712年1月7日まで、2回目の行為戦は1712年5月から9月26日まで実施されている。30年戦争以降、スウェーデンに属していたは、少々指揮下の9000名が守っていた。 1710年から反スウェーデン同盟に改めて加盟していたデンマーク国王フレゼリク4世は2万名の軍を率いてホルシュタインからシュトラールズントへ向かう。そしてアレクサンドル・メーンシコフ将軍率いるロシアイコール作戦連合軍2万名と共に同志に対する抗議戦を開始したのである。ロシアの勝利に鼓舞され、デンマークは2万名の軍団を招集した。 その構成は、不評27個大体並びに、兵五59個中隊であり、デルメンホルストに集結した。1711年7月25日、フレゼリク四世は自ら宿営地に入る。召集の費用を賄うため、彼は、デルメンホルストの町を担保として、ハノーファー選定工領を二条とした。ザクセンとロシアの派遣軍は合流して、プロイセンの領土を通過し、 シュトラールズントへ進軍する。プロイセンは、スウェーデン領ポメラニアに対する利害関係により、この皇軍を阻害しなかった。デンマーク軍が出発したのは、1711年8月のことである。そしてとを経由し、ビスマールへ向かった。は、スウェーデンの少将が守っていた。そののため、フレゼリク四世は中将に、約5000名の兵を与えて分派する。 そして主力は、ロストックを通り、に向かった。一方、スウェーデン軍はで戦いに敗れ、シュトラールズントへ押し戻される。フォアポンベルンの住民のほとんどは、シュトラールズントやシュテティーンのへ退避した。また、リュウゲン島も、住民の避難地として利用された。ロシア軍との進撃を受け、トグライフスバルトは、自発的に連合軍へ降る。七百十一年九月七日、 メンシコフ将軍指揮下の軍は、シュトラールズンと近郊に到達した。その翌日、デンマーク軍も戦場に到着した。デンマーク軍は、ケーリンクスハウゼンとの間に、ザクセン軍は、ランゲンドルフとの間に展開する。ロシア軍の陣営は、デューダースハーゲンから、アンダースホーフにかけて、フランケンモンの前面に広がっていた。内部の不一致により、連合軍には、工場法がなかった。 また、ロシア軍の装備は非常に乏しく、食料やテントが不足していた。兵士たちは後遺戦が始まると、残豪を掘削する。また、劣悪な補給状況により、ロシア軍の陣営では、急速に病気が蔓延し、最初の数ヶ月間で多数のロシア兵の命を奪った。このため、ロシア軍から要塞に攻撃を観行することは不可能であった。また、軍も、 ほとんど行動を取らなかった。デンマーク軍は繰り返し要塞施設に攻撃を仕掛けたが、その度に撃退される。スウェーデンでは新しい部隊が招集され、1711年12月に戦列艦24隻とフリゲート艦4隻に分譲し、流言島へ到着した。上陸したこれらの部隊は要塞への増援に役立った。 さらにシュトラールズンとの食料庫が補充を受ける。今や、備蓄は1712年の夏まで持つようになった。フレゼリク四世は、この増援と補給の到着を聞くと、自軍を率いて、メクレンブルクへ撤退した。同軍は後為戦の間に、1、3を病気によって失っていたのである。そしてビスマールを降伏に追い込もうと試みたが、そこの要塞も1712年1月。 海から2000名の増援と、食料、弾薬の補給を受けていた。1712年2月の初頭、デンマーク軍は、ホルシュタインへ撤退する。1712年1月7日、大砲と輸送船の不足によって、ロシア軍とザクセン軍も後為船を中断すると、グライフスワルト近郊で防備を固めた。ザクセン軍の指揮権は、ロシアの中将に異常される。 第一次行為戦が失敗した後の1712年3月、不評4個大隊、工場法18問と、スーダースの野砲が行為軍を増援するべく、ザクセンからスウェーデン領ポメラニアを送られた。連合軍の作戦では、ザクセン軍とロシア軍がシュトラールズンと並びに、リューゲン島を攻略する一方、デンマークは、シュターデとビスマールを占領することになっていた。しかし、 シュトラールズント後為戦の再開は遅延する。スウェーデン軍が牽制のための攻撃を観光し、ダムガルテン近郊で戦いを挑んできたからである。同軍はシュトラールズントに撤収したが、デンマーク軍が6月に入ってからビスマールの行為を開始すると、攻撃計画は再び遅延した。また工場法も、まず配置につける必要があった。1712年9月初頭。 シュトラールズントに対する2回目の行為戦が始まった。しかし、この行為も弾薬と要塞に著しい損害を与えうる大砲の不足によって短期間で中断を余儀なくされる。ザクセン軍とロシア軍は再びグライフスバルトに撤退した。1712年9月末、不評6391名と騎兵4800名を 要するステンボック原水指揮下のスウェーデン軍がシュトラールズンと近郊に上陸した。しかし彼のための食料と弾薬はでスウェーデンの輸送艦隊が壊滅した時デンマーク海軍に露革される。その後ステンボックは連合軍に対峙するべく一万六千名を数える指揮下の軍団をダムガルテンに集結させた。ロシア軍とザクセン軍は戦力をに集中させ デンマーク軍の合流を待つ。メーンシコフ将軍は、その上で、スウェーデン軍に攻撃を仕掛けたかったのである。12月中旬、連合軍は、デンマーク軍との合流を早めるべく、シュベリーンへ前進した。この合流を何としても阻止したかった、ステンボック元水は、指揮下の軍と共に同じく、シュベリーンへと転じる。そしてお迂回し、1712年12月20日、 ガーデブッシュの戦いでデンマーク軍を破った。急ぎ救援に向かった白尺大正式化のザクセン兵にも、もはやデンマーク軍を助けることは叶わず、シュレースビ飛行領の方角へ退却を強いられる。ロシア軍とザクセン軍は急いでデンマーク軍の後を追った。2回の後遺船はシュトラールズントに大きな損害を与えず、町は流言島から補給を受けることが可能であった。 守備隊の損害も軽く、シュトラールズンとは引き続きスウェーデン領ポメラニの重要な要塞であり続けた。ザクセン、ロシアとデンマークの連合軍はこの後、シュレースビヒとホルシュタインで戦う。1713年、ステンボック伯爵元水は指揮下の全軍と共に、テンニングで服を強いられる。ザクセン軍とロシア軍はポメラニアに戻り、6月中旬には、 シュトラールズンと近郊の元の封鎖線で配置についた。同地の要塞は1713年6月中旬から8月上旬にかけて3回目の行為を受ける。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。